えー、縁がね、ちょっとこの辺キラッとしてますけれども、ダイヤモンドカットに、ねえー、なっておりますね。お、遅れもなくてですね、なかなか書き味は良好ですね。ちょっと聞こえるぐらいなんですよね。まあ、さすがにですね、すごい静かで、えー、非常にね。こんにちは、戸田悟です。今回は LG の 2-in-1 ですね。LG グラム 2-in-1 14 14インチモデルをレビューしてまいります。新モデルのノートパソコン、注目の製品ですね。すごいかっこいいです。 今回はですね、LG グラムの14インチ2イン1ンモデルをレビューしたいと思います。まあ、見るからにね、かっこいいですね。はい、こちらがね、えー、箱を開けて中に入っているもの、いろいろ入ってますけれども、紹介していきますね。えー、まずですね、これ本体、あとで詳しく説明します。それからね、専用のペンも対応してるのでね、いいですね。手書き後でね、試してみましょうね。説明書、いろいろと入っております。 この辺はね、も,うもちろん大手メーカーらしく分かりやすいものが入っておりますし、保証書もついております。こちらはね、Type-C と HDMI の変換アダプターついてます。HDMI ポートがないんですよ。なのでこれを使って、まあ、プレゼンの時とかはね、利用するということですけど、まあ、やっぱ本体に内蔵しててね、もらった方が嬉しいですけどもね。でね、これね、僕感心したのはこの AC アダプターの小ささ。 65W なんですけど、プラグが畳めればね、満点なんですけども、畳めなくても90点ぐらいはつくね、コンパクトな AC アダプター。ケーブルもね、細めのケーブルがついております。これはいいですね。さあ、まずね、本体見ていきます。ちょっと角度をね、固めると、ここにね、グラムという文字が浮き出してくると思うんですが、金属ボディですね。アルミだと思います。えー、縁がね、ちょっとこの辺キラッとしてますけれども、ダイヤモンドカットにね、 えー、なっておりますね。周りがね。ダイヤモンドカットの上から、えー、ちょっと色つけてるのかな。あーアルマイト処理してるのかなと思いますけれども、黒いダイヤモンドカットという感じ。で、ボディも真っ黒の艶消し。まあ、指紋ある程度はつきますが、そんなに目立たない仕上げですね。コーティングしてあるのかなそんなには、黒の艶消しの割には目立ちません。で、光が当たるとですね、こんな感じで綺麗に輝きますね。いいですね。かっこいいですね。 まあこんな感じでね、テントスタイルみたいな形で使って、当然タッチにも対応しているのでね、こういうふうに利用できますよね。で、逆のね、L 字にして、こういうね、逆 L 字スタイルにしても、こうタッチでね、こう使えるので、こうやって動画見たりとかね、オンライン会議したりとか、ああ、なかなかいいんじゃないかなと思いますし、こうね、パターンでタブレットのスタイルで使うことももちろんできます。 ちょっと重いのでね、手に持ってっていうのは厳しいですけれども、タブレットスタイルで使って、まあタッチで操作していくという作業も可能です。はい、今ね、パネル開けましたけれども、全部真っ黒という感じでございまして、ちょっとプロっぽいかっこよさがあるなと思ってます。なかなかですね、見た目スタイリッシュでいいなと思いますし、畳むとね、かなり薄いんですよ。ここもね、いいですよね。ではね、ちょっとね、重量が気になるので、重さ測りましょう。 それではキッチンスケールのね、参考値ですけれども、重量を測ってみます。1214g ということで、まあ、ちょっと重いかなと思いますけれども、まあね、2-in-1 ってどうしても重くなるんですよね。理由はね、いくつかありまして、まずね、 蝶子貝がダブルヒンジになるのでそこが重くなりますよねで。それからぐるっと回して使うので、ディスプレイ面もね、強度があ確保しないといけないんですよ。だから、薄型のディスプレイだとちょっと強度が確保できないので、これも金属使ってますけどね。そういう形でちょっとね、重くなってしまうんですよね。まあディスプレイサイズは14インチの1 9 2 0 × 1 2 1 6対1 0ですね。ということもあって若干重めですけれども、 まあ僕は合格かなぐらいの感じですね。できれば 1.1kg ぐらいであってほしいんですが、2in1 の14インチの16対10と考えると、まあまあかなという感じです。拡張性をチェックしていきましょう。右側面ですね。こちらタイプ A 端子、折りたたみ式のタイプ A ですね。USB3.2 です。それから手前にはこれ、これ電源ボタンですね。手前には SD カードスロットが ついております、えー。マイクロのね、SD カードスロットですね。まあ、差しっぱなしにしてストレージをね、ちょっと増設するような使い方かなと思います。では、逆側を見ていきましょう。はい。逆側はですね、Type-C が2個並んでますね。で、こちらがですね、サンダーボルト4という形になりまして、1個は、 充電に使います。さっきお見せした AC アダプタータイプ C でしたよね。だから充電中、給電中は1個しか使えないという形になりますね。まあ2個でもだから最低限ですね。それから 3.5mm のオーディオジャックということで、都合 USB 端子が A1C2 ということで合計3個。ただし1個は充電に使うということで、まあフルに使っても2個かなと。 で、HDMI がないので、HDMI で変換をかますとですね、で、1個電源つなぐとですね、もうタイプ C 使えないという形になるので、ん、個人的には、この3個でもいいんですけど、HDMI 搭載して欲しかったかなと。これだけ本体薄いので、HDMI 無理ということであれば、 t y p e C3 個ね。3個の搭載してるパソコンも最近出てきてるんで、3個にして欲しかったなと。もしくは、まあ、タイプ A はもう1個かなと。もしくは、2個でいいので、充電は別途のね、専用の端子も付けといてくれれば、まあ、そこで充電してもタイプ C が2個使えて、1個 HDMI に使ってもいいかなという感じで、ちょっと物足りないかなと思いました。 いつものように Cinebench R23 でベンチマークのスコアを紹介します。搭載している CPU がですね、コアウルトラ5の 125H ですね。1個下になりますね。これまでレビューしたあの、コアウルトラ7に比べると1個下。もちろんその上も下もありますけれども。で、マルチコアが7000ぐらいですね。で、シングルコアが1400の後半と。仕事に使うには十分ですよ。上場の性能なんですが、 やっぱりね、長く使いたいとか、そんなに安いモデルではないので考えると、やっぱりコアウルトラの7で 155H を搭載して欲しかったなという気もしますね。その分価格が上がっちゃうのがどうかなっていうところが、ちょっと僕の中でもせめぎ合いと言いますかですね。そんな感じですね。125H ということは、特に省電力のプロセッサーというわけでもないので、コアウルトラ7の 155H でも良かったのではないかなと。 まあちょっと思いました。で、メモリー16に SSD512 なんですよ。メモリーもですね、まあ32のモデルがあってもよかったなと思いますけれども、これね、選択できるモデル今のところ1個なので、まあこの形のね、スペックで選ぶかどうかということですが、2-in-1 ってね、結構高いので、まあまあ、バランス的には、まあ、だとちょっと高いかなというぐらいの感じですね。 それではいつものように騒音計測のアプリでファンの音を測っていきます。この部屋静かにしてるとね、40デシベル前後ぐらいです。それではね、計測します。ごく小さく、さーって音がちょっと聞こえるんですけど、僕静かにしても43とかぐらいですよね。ほとんどね、聞こえないぐらい静かですよ。ちょっと聞こえるぐらいなんですよね。まあ、さすがにですね、すごい静かで、えー、非常にね、 これはね、いいと思いますね。静かに使えるいいモデルです。いつものようにですね、IR カメラで温度を測っていますが、まあ、41、2度ぐらいですね。大体ね。この辺がね、一番温度上がりますけれども、手が触れる場所ではないので、そんなにね、暑さを感じることはないです。キーボードはほんのりたかいぐらいの感じなので、まあ、えー、発熱も特にね、えー、問題ないかなということで、ファンも静かで、そんなに暑くならないいいパソコンだと思います。 それではいつものように僕のセカンドチャンネルのオープニングでスピーカーの音をチェックしてみますね。えー、それでは再生します。こんにちは、さ田るです。今回ですね、僕がなんでラーメンを。はい、これラーメンを食べない話でございました。スピーカーはね、音質、音量ともにこの薄型ボディと考えるとかなりいいと思いました。 もう十分満足できると思います。スピーカーはドルビーアトモスにも対応しております。ディスプレイのスペックも押さえておきましょう。解像度は先ほどお話した通り、1920×1200 の1 6対1 0ですね。14インチになります。明るさ最高で350カンデラですね。コントラスト比が1 2 0 0対1の IPS ですね。オ、えーレットではないです、えー。色域はですね、DC-IP3 が99%、リフレッシュレートが 60Hz と。 いうことで、まあまあ、上々のディスプレイではないかなと思います。結構ね、色合いもいいと思いました。H アダプター、さっき紹介したようにね、とってもコンパクトですけれども、使ってみて思ったんですが、やっぱマジックテープかなんかで止めるの用意してほしいですよね。張りのあるケーブルなんでちょっとビローンってなっちゃうんですよね。ちょっとそこはね、気になりました。動作時間は13.5時間動画再生ですね。これ j t a の3.0だと思います。アイドルで30.5時間ということで、うん、もうちょい、 かな動画再生13.5時間だから、まあまあかなという感じですかね。充電時間は最大で3時間と。ゼロからフル充電まで3時間ということになってます。さて、このモデルでですね、僕が一番気になってるのがキーボードなんですけれども、日本で販売されているモデルも英語キーボードなんですよ。 もちろんね、これ賛否が分かれる部分で、英語キーボードの方がいいっていう方もいらっしゃいます。コメントもね、よくいただきますけれども、まあ、数としては少ないですよね。だから両方選べるんだったら完璧ですけど、英語キーボードのみでね、この辺に日本語ではこういう風に入れなきゃいけませんよ。なんかね、早見表があったり、まあ注意書きがあったりね、えー、してますけれども、やっぱりね、普通のユーザーは使いこなすの難しいし、コツが必要だし、いわゆる、 普通の入力に方法というのをどっかでね、ググったりして調べたりしても、キーが違うじゃんっていうふうになるケースは多いですよね。もちろん慣れてるベテランユーザーの方で、私は英語キーボードの方が使いやすいっていう方もいらっしゃいます。僕も英語キーボード全然大丈夫なんですけれども、そういう人はね、英語キーボードの方がデザインもスッキリしていていいという声もあると思いますが、まあやっぱ普通に考えて割合を考えるとちょっとまだまだ少ないかなと。 まあいっそね、日本で売ってるパソコンも全部英語キーボードにしちゃうという手もね、なくはないと僕は思うんですけれども、現時点ではそうなってないので、ちょっと普通のユーザーにはキーボードをお勧すすめしづらいかなという点がございますので、購入を考えている方はですね、十分このキーボードに関してはね、チェックしていただきたいと思います。打ち心地は非常にいいですね。えー、メリハリのある、ね、タイプ感でストロークも1.5感もうちょっとあるかな。打ちやすいなと思いました。それでは、 付属のね、えー、ペンで書いてみましょう。お、遅れもなくてですね、なかなか書き味は良好ですね。ちょっとラインマーカーもね、書いてます。いい感じですね。<Good job. S 1> 手書きしたい方にはもうペンもついてくるんでね、非常にいいのではないかなと思います。ちなみにペンはね、電池を入れるタイプですね。この電池がね、入手しづらいので、僕は充電式のがね、いいなぁと思ってます。 以上、LG グラムの14インチモデル 2-in-1 をレビューしてまいりました。いかがでしたでしょうかめちゃくちゃデザインかっこいいんですよね。気になる価格なんですけれども、すでに発売されておりまして、お店によってちょっと違いますけれども、22万円から24万円台ぐらいということで、まあ、価格安くはないです。ただ、高くもない 2-in-1 こんな感じですかね。だ、この価格でもいいので、155H にしてほしかった、CPU ですね。してほしかったなと。 で、メモリも32にして、1万円高くてもいいので、せっかくだからね、そっちへ行って欲しかったかなと思います。特に英語キーボードを買う方って、スペックも、モりもりの方がね、いい方が多いかなと思いました。新刊が出ました。仕事と勉強ができる人のリアルノートメモ術ですね。正方形、中もフルカラーでとっても読みやすく役立つ本になっております。 この本を読んでですね、あなたもノートメモの達人を目指してはいかがでしょうか詳細はね、概要欄にありますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。LG グラム 2-in-114 インチモデルいかがでしたでしょうか、まあ、グラムっていうとめちゃめちゃ軽いっていう印象があるかと思いますが、さすがにね、2-in-1 だけあって、まあほどほど軽いという感じですね。僕の評価はですね、上々の60点としました。 ペンもついてくることを考えると、まあバランスは良好で、もうちょっと高い点つけたいんですが、やっぱりね、キーボードが日本語キーボードじゃないとちょっと厳しいっていう方多いと思うので、まあこの点数にね、しました。やっぱり標準である日本語キーボードも用意しつつ、英語キーボードのモデルもあるというのがいいと思うんですが、ちょっと悲しいのがね、やっぱり日本市場でそんなに売れないんでしょうね。最近パソコンがね。 だから、だんだんこういう風にキーボードもなってきてるんで、ならばいっそも、全部英語キーボードにしちゃえばみたいなね、感じもありますけれども、まあね、日本語キーボードの方が好きという方も多いと思うので、今回は60点といたしました。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それからメンバーシップもスタートしておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。えー、メンバー先出しのね、えー、動画公開とか、 メンバー限定のライブ配信それからねリアルのイベントの優待等もございますまたメンバーシップに加入していただきますと戸田悟ファンクラブに無料でご招待しますでこの戸田悟ファンクラブでは抽選でですね毎月僕がレビューした製品の一部大体5製品から7製品ぐらいが多いんですがプレゼントしておりますのでふるってご応募ください